はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は影が薄すぎる日課とか週課ということで紹介していきたいと思います。このゲーム、日課ゲー、週課ゲーと呼ばれるぐらい日課とか週課がすっごい多いんですよね。1日に1回できたりとか、週1回やらなきゃいけないような、やらなきゃいけないっていうか、やると旨味があるような、そういったコンテンツたくさんあると思うんですが、今回はそちらの影が薄すぎて意外と忘れてる人がいるんじゃないかっていうことでそちらをまとめてきましたんで、ぜひとも参考にしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、それではまずは1つ目。こちら、レモンスライムクイズということで、ここのモコモコパークの前にいるこちらの黄色いスライム。こいつがレモンスライムクイズっていうコンテンツを持っているんですけども、じゃあ早速ね、実際に話しかけてみると、来たね、フラちゃん。相変わらず超一流っぽい匂いを漂わせているな、ということで、いろいろ挑戦を受けないかという風に言われます。で、これを受けるとですね、飛ばされます。別の場所に。で、そうすると、ここの薄暗い劇場の方に、ポツンと黄色いスライムと、あとオレンジとかいうね、わけのわからんスライムベースがいたりするんで、この黄色いやつに話しかけるとバトルを始めるってあるんで、これがですね、結構美味しくて、初級が福引券5個、スタンプが30個、中級だと福引券が5個、で、スタンプが40個、みたいな感じで、福引券5個と、で、あとは初級、中級、上級で、特訓スタンプ、もしくは経験値が手に入ります。ちなみに経験値の方に関してはこんな感じで、初級が6万で上級が10万経験値で、合わせることを全部合わせて24万経験値ということで、意外と経験値と福引券がもらえるっていう、そういったコンテンツで、これ下の方に書いてあるんですが、これに関しては月2回できます。毎月1日と、であとは15日、これに切り替わるんで、なので初心者からしたら意外とありがたいコンテンツなんですね。ところがね、これ実装っていうか常設化されたんですよ。これ本来はイベント限定で、イベントが来た時に1回しかできないような、そういったレモンスライムクイズだったんですけども、ところがバージョン 6.2 ぐらいかな、その時に常設化されまして、このコンテンツが。常設化されて、1ヶ月ぐらいは結構人はいたんですけども、今ではね、ガチで人がいなくなった。本当にやってる人も見たことないし、ここの会場、レモンハルト劇場に来てるやつっていうのも、もう最近では一人も見ないんですよね。こんな感じにね、自分がいる場所が映るんですけども、フレンド欄とか見ても、そんなやってる人一回も見たことないんで。なので、こちらに関してはマジで影が薄くなったかなっていう感じ。ただ、たまに暇つぶしぐらいでやってもいいのかな、みたいな感じの経験値はしていますよね。例えばもうちょっとでレベルが上がりそうな職業があったとしたら、経験値ね、10万とかもらうために上級を1回やってみたりとか、なんだったら意外と福引券だってもらえますから、だって1ヶ月で30枚もらえるわけですよ。そう考えると、なかないかなっていう、そんな感じですよね。正直ね、ちょっとクイズに失敗するともう一回やり直しっていうことで、ちょっとテンポが悪い感じはあるんですけども、ぜひともね、やってみてくださいよ。討伐以来1回で4万経験値だとすれば、24万経験値って合計6回分になるわけですから、そう考えると経験値としてはね、ありがたいかなと思うんで、ぜひともね、こちら、マジでかそってるコンテンツなんで、もう皆さんやってください。本当にこのレモンスライムがちょっとかわいそうっすわ。それでは続いてこちら、不思議な小箱ということで、これも忘れてる人いるんじゃないかなって感じですね。これに関しては週1回できるんですけども、最短でやれば。これを使うとですね、いろいろとあるわけですよ。で、使うと、はい、こんな感じに、もうこれ誰かとすれ違ってたみたいですね。で、これで小さなメダル10枚出てきて、で、それで、もう一回使ってみましょうか。で、そうすると、不思議な小箱に光り輝く文字が浮かび上がった。オーガの女で名前にとの文字が含まれるレベル30以上の冒険者とすれ違おう。ということで、これとすれ違うとですね、さっきみたいな感じで報酬として小さなメダル10枚とか、いろいろと手に入るみたいですね。ちなみにですね、どういうものが手に入るかっていうと、美味しいもので言うと黄金の花びら1枚とか、その他だとメタ金メダルとかも出てくるらしい。あとは服の神メダルとか、で、その他にはロイヤルメダルフラワーとか、で、その他だと、何かしらのコインボスのカードみたいな、そういったものが出てくるんですけども、基本的に9割9分ゴミしか出てこないんですけども、それでもね、とりあえず使っておけばそのうちクリアできるようなコンテンツですから、この辺意外とね、俺含めて忘れてる人も多いんじゃないでしょうか。自分なんかもこの不思議な小箱、マジで最後に使ったの、今日以外でいつだろうって考えると、多分3、4ヶ月ぐらい前だと思うんですよね。なんでやらないか。もうそれはなんだろうな、いちいち大事なものを開いてやるのがめんどくさいし、だったら報酬に関しても正直いいものが出た試しがないということで、なんかこう成功体験がないみたいな、そんな感じでやる気が全く起きなかったんですけども、多分俺と全く同じ境遇な人いると思う。まあでも大丈夫。メタ金メダルとか、その辺が出ることがあるっぽいですから、俺は一回も出たことがない。はい、というわけでこちら、不思議な小箱。皆さんね、開けましょう、小箱。腐らせてる人も多いんじゃないでしょうか。それでは続いて、試練の門。これが結構忘れてる人いないかっていうこと。これ結構美味しいんすよ、実は。まあただ、結構やり込んでるプレイヤーからしたらそんなにでもないかもしんないけど、ただ初心者中級者目線から見ればすっげえ美味しいコンテンツだと俺は思ってる。こちら全部やるのに合計、大体30分ぐらいですね。で、経験値とゴールドと、で、あとは宝珠。それがもらえるわけですよ。経験値に関しては元気玉とか使って、スーパースターとか入れて、いろいろこう効率化させて、だいたい今120から130万ぐらいの経験値が手に入ると。で、あとはゴールドに関しても、だいたい全部合わせて10万ゴールドぐらいは手に入るんで、なので30分で10万ゴールドと、さらに経験値130万、さらに宝珠が手に入るんですよ。で、宝珠に関してなんですが、すべての宝珠の中からランダムで抽選されて出てきます。なので、まだドラゴンクエスト10やり始めて、ちょっと日が浅いとか、そういう方が欲しい宝珠とかあるわけじゃないですか。でもそれはバージョン5までいかないと手に入らないとか、そういった宝珠の中でも全部抽選されて手に入る可能性があるということであれば、本来ストーリーを進めないと手に入らないような宝珠であったとしても、その辺が手に入る確率があるというわけですね。というか、理論上ずっと試練の門をやっていれば、別に自分から宝珠を集めなくても全ての宝珠コンプリートできるっていう。結構ね、フラちゃんみたいな人多いと思うんすよ。なんか必要になったら取りに行くタイプっていう。必要じゃなければ全く取りに行かないから、いつまで経ってもこのね、ザオラルの射程が 0.5 メートル、ね、この宝珠とか、結構ありがたい宝珠なんですが、自分なんかはずーっとこれ取らずにやってます。だから意外とこういう人いると思うんすよね。なんか重要な宝珠がなんか何箇所か取れてないみたいな。そういった方いると思うんですが、大丈夫。試練の門をやり続ければ、そのうちね、そういった宝珠も全部もうコンプリートできるようになるんで、ゴールドも地味にうまいし、経験値も地味にうまいし、あとは何といっても宝珠が手に入るということであれば、この辺のコンテンツはやってもいいんじゃないでしょうか。自分は最近ずっとやってないけど、だからこそ今回の動画のネタを思いついたんですけども、とにかくこちらね、特に初心者中級者の方は毎週やった方がいいですね。バージョン2とかバージョン3の時はね、この試練の門っていうのがめちゃめちゃ流行っていて、経験者も結構手に入る上、さらに野良で、この試練の門の週1回の権利、これがだいたい8万ゴールドとかで売れていたんで、金策としてもすっごいありがたかったし、経験値もめっちゃ美味しかったんですが、今ではね、正直、レベル上げといえば、玉級1000万とか出せる、そういったものもあるわけですし、その他にも、ゴールドに関しても、金策で時給100万とか、そういったものも結構増えてきたんで、なのでそういったものを見ちゃうとね、正直試練の門って微妙な気はするんですけども、それでも持ってない宝珠がたまに出たりとか、そういったことがあると思いますんで、ぜひともこちらの試練の門、やりましょう。はい、というわけでこちら、試練の門でした。それでは続いて、釣りということ。釣りなんですが、皆さん忘れてませんか？いや、もうほとんどやってない人いると思うんすよ。もう釣りやりましょう。意外とうまいんで。というのも、別になんかね、自分が持ってない魚を釣りに行くとかいう、そういうのじゃなくて、単純にゴールド面的に考えて、たまにうまいことがあるんですよ。というのも、こちら釣り老師のハルモスに話しかけてもらうと、依頼を見るってあるんですよね。これを見てもらえると、例えばこんな感じにキングサーモンの納品みたいな、こういう赤依頼がたまに出てるわけ。それって見てみると、報酬見てくださいよ。お魚コイン 21,940 枚もらえるんですよ。で、さらに釣り経験値が5万っていうね、マジで破格すぎるでしょ。ちなみに、その他の赤じゃないやつ、白色のやつとか見ると、マジでしょうもない。例えばね、一番低いのだと、お魚コイン30枚とか、ガチしょうもない。ところが赤依頼であれば、なんかよくわかんないけど、ガチで飛び抜けてるものが多いんで、こういったものはね、ぜひともね、やってほしいんですよね。お魚コイン 21,940 枚が、じゃあどれぐらいのゴールドかっていうと、そもそもこのお魚コインをゴールド換算するにはどうするかっていうのが、このお花と交換するんですね。まあ、実際にやってみるんですが、これお花であればどれでも OK です。例えばこのミモザダリア、これを交換します。200枚で交換しました。で、これをですね、道具屋で売るんですよ。これ売りましょう。って使うもの、さっきのミモザダリア。そうすると、1つあたり500ゴールドで売れるわけですね。200枚で交換して500ゴールドで売れたということは、お魚コイン1枚あたり 2.5 ゴールドの価値があるということ。つまり、お魚コイン1万枚持っていれば、それが 2.5 倍になるわけなんで、お魚コイン1万枚ということは2万5000ゴールドということになります。つまり、それらを加味して考えると、こちら、キングサーモン納品すると、おおよそお魚コインが2万枚手に入るわけじゃないですか。これがじゃあ、2.5 倍されるわけなんで、だってこれ5万ゴールドになるわけですよ。ゴールド的に考えると。めちゃめちゃうまくない?で、しかもですよ、なんとお魚コインってビッグサイズとかキングサイズってあると思うんですよ。お魚の大きさで。ビッグサイズだと報酬の額が2倍になって、キングサイズだとなんと5倍になるということですね。つまりキングサーモンのキングサイズを納品すればお魚コインが5倍もらえるわけなんで、まあおよそ10万枚、まあもうちょいか11万枚ぐらい、それぐらいもらえるということになります。じゃあお魚コイン11万枚がゴールド換算するとどれぐらいになるかっていうと、さっきの 2.5 倍やればいいだけの話なんで、おおよそまあ大体30万ゴールドぐらいになるわけですね。やばくないですか?なんかそう考えると。えぐいっすよね。いや、嘘でしょ。ビッグサイズで2倍とか、キングサイズで5倍とか、お前絶対嘘ついてんだろって。まあそう言うと思いましてね、皆さんが。まあ今回ね、こちら、キングサーモン、ビッグサイズ釣ってきました。ちょっと残念ながらキングサイズが釣れなかったんで申し訳ないんですが、でもビッグサイズだと2倍になるんで、で、こちら依頼なんですが、お魚コインが2万2000もらえるということで頭に入れといてください。2倍になると、まあ大体4万4000枚ぐらいじゃないですか。じゃあ早速ね、これビッグサイズを納品しますよ。ちょっと待って、なんか、6万4000、あれ?なんか倍率変わったかな?ちょっと待って。ごめん、なんか俺の計算、待って、おかしい。すいません、なんか、いろいろ俺の記憶上、なんか2倍だったはずなんですけども、ちょっと待ってください、これ。ビッグサイズでやると、なんかよくわかんないけど、6万4000枚になりますね。なんで 2.5、どれが3倍ぐらいになってますね。なんかよくわかんないけど、大きさによってさらに上限がこう変わるのかな。まあ、ちょっとごめんなさい。なんか解説とね、少し違う部分がありますけども、でも見てくださいよ。いや、嬉しい誤算ですよね、これは。だって、6万枚っていうことは、これ 2.5 倍してくださいよ。これゴールド換算にするんで。っていうことはですよ、だいたい15万ゴールドぐらいもらえるというわけですね。これキングサイズだとじゃあどれぐらいなんだろうな。ちょっとよくわかんないけど、その辺は。なんか、知ってる人いたら、ぜひともコメント欄で教えてください。はい、そういうわけでね、これは、はい。6万も、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらさっきのね、6万枚っていうのをこんな感じに、はい、じゃあ交換していきますよ。はい、こんな感じに。はい、まだこうか。ちょっと荷物いっぱいなんで、これぐらいにしておくんですけども、とりあえず4万コイン交換しましたよ。というわけで、さっきの4万コインと交換したやつ、このシルバーダリアもらったやつなんで、それを売っていくとですね、ありがとうございます。49,500 ゴールド。ありがとうございます。もう一丁。ありがとうございます。といった具合に、まあ大体ね、もう一回やると15万ゴールドになるといったところなんで、意外と釣り稼げるでしょう。はい、というわけでね、こちら、ぜひとも皆さん、最近ね、釣り忘れてる人多いと思いますんで、この赤依頼を中心にやってください。くれぐれもね、こっちの依頼にあるやつを普通に渡さないようにしてくださいね。しょうもない額になったりするんで。というわけで、こちら、釣りでした。それでは続いて調査クエストということで見ていくんですけども、実はこれ2種類ありまして、バージョン3とバージョン4のやつがあります。これバージョン3の方は、バージョン4のやつに比べてちょっと美味しくない。まあというか、まあそれぞれいいところはあるんですけども、まあ早速ね、ちょっとその現地まで行ってみるんですけども、ちょっと自分なんかはね、あんまり興味なくてやってないんですが、まあただやっぱ昔はね、相当流行ったコンテンツなんで、最近ではあんまりやってる人は見ないですね。で、まあそのコンテンツの近くに移動するとこんな感じにいるんで、それを話しかけて見てもらえると、まあ今フラちゃんがやっているものが表示されますね。まあちょっと、まあこれでクリアすると、経験値が17万ぐらいでゴールドが1万もらえると。で、要はその左側に書いてあるやつを全部倒してこいっていう話ですね。で、それぞれ了解ごとにいろいろありまして、これクリアすると黄金の花びら1個コンプリート報酬でもらえるんで、全部で5枚もらえますね。さらにスキルブックもあるんで、これをね、フラちゃんは何一つやっていないということ。さらに、この1項目クリアするごとにゴールドも1万もらえますんで、まあ、ということは、これ全部でどれぐらいあるんだろう。それぞれの了解合わせて16項目ですね。まあ、ということは、ゴールドにして16万ゴールド。黄金の花びらが5枚もらえるんで、さらに50万ゴールドプラスで、66万ゴールドもらえて、さらに経験値に関しても、まあそこそこもらえるんでね。まあなので、ここでまあ結構って全部やれば、結構いい感じの報酬はもらえますよね。これがまずバージョン3の方。で、バージョン4に関してはこっち。エティーネ村にいるんで、こいつに話しかけてもらうとですね、まあまた同じような感じであるんで、こっちは花びら1枚とメダルが間口1個ですね。で、見ていくと、まあ経験値は、さっきより若干高いのもあれば、あとは低いものもある。単純にモンスターの数っていったところですね。まあほとんど変わらず、まあただこっちの方が若干美味しいよってだけですね。まあそんな感じでね、こちらの調査クエストっていうのがあるんで、まあそもそも調査クエストっていう呼び名自体自分が勝手に呼んでいるだけなんですけども、まあそういった、まあ、バージョン3とバージョン4のところに、こちらの2つのクエストがありますんで、ぜひともね、昔流行ってたけど今全く流行ってないんで、もうぜひとももう存在すら忘れてる人多いんじゃないでしょうか。やってみましょう。というわけでこちら、調査クエストでした。それでは続いて、大魔王の代筆家ということで、そちらのコンテンツがあります。まずこちらの自分の城にあるこちらお化けに話しかけてもらえると、まあ、ゴーストに話しかけてもらうと、まあ、ちょっとクリアしてるんで、まあ、全部一気にこう報告しましょうか。そういうわけでこんな感じに、まあ、たくさんあるわけですね。で、今回は福引券5枚と、で、あとは経験値3万ポイントということで、それが受け取れます。これ全部できるんで、1個だけじゃないんでね。なので全部やると経験値に関してはどれぐらい、これ20万経験値ぐらい手に入るのかな。さらに報酬に関しても錬金士とかあるし、で、あとは金塊3つとか、まあ、ちょっとしょうもない気もするけど、そんなもんもらえるんで、これに関しては毎週日曜日の朝6時に更新されますんで、まあ、ぜひともね、こうチェックしてみてください。結構全部やると意外とうまかったりするんで、まあ、例えばこんな感じ、今新しいものに交換したんですけども、先人の箱プラス3回とかね、意外とまあいいの入ってたりするんで、まあただそれ以外の報酬がちょっと微妙。まあというか先人の箱自体もまあ別に微妙か。まあそれでもね、結構経験値に入るんでやりましょうね。で、さらにこれとほとんど似たようなやつがありまして、それがこちら、天使の究極フィットネス。こちらバージョン6まで行くとできるんですけども、まあこのね、ここにいるんで、筋肉伝導士鍛えるっていうね、もうよくわからんやつ、もう本当にネタキャラがいるんで、こいつに話しかけてもらうと、さっきの大魔王代筆家と違って結構うまい。これ常連禁止とかいっぱい手に入るんで。てかこれいつのだろう。まあ、ちょっと毎回そうもらえるとは限らないんですけども。まあただ、なんていうか、ちょっとうまいっすよね。バージョン5の大魔王の代筆家よりも。あ、こんな感じに。今回も常連禁止25個もらえますね。さらにさっきの魔界の方と違って経験値に関しても若干多めに設定されている。バージョン6のやつとバージョン5のやつを一緒にやったとしたら、経験値に関してもまあ結構もらえますし、報酬に関してもまあ割とチリツモで結構うまいっすよね。この報酬自体、まああとはお題自体みんな同じなんで、まあ、この辺を週1回毎週日曜日朝6時になったらフレンドと、あ、ちょ一緒に鍛えるやりに行かんみたいな、そんな感じにやって、でクリアしていくといいんじゃないでしょうか。まあただね、バージョン5とバージョン6までいかないとこれらができないんで、まあちょっとね、初心者ができるか言われたら、まあ、ちょっとストーリー進んでない人もいると思いますんで、要はこういったコンテンツが結構出てくるわけなんで、ストーリーを日頃フラちゃんはやりましょうと言ってるわけです。というわけでこちら、大魔王の代筆家と、で、あとはこちらの鍛えるのクエストでした。はい、というわけで最後は達人クエストということで、これも毎週日曜日の6時に更新されますんで、まあ結構やってほしいですね。見てもらえると、まあまた似たような画面があるんですけども、これに関してはこの中で一つしかできない。まあ例えばメイブを討伐してみたりとか、で、その他にも縛りプレイで、まあ、ラズバン今日を討伐してみたりとか、基本的には金色の宝箱が書いてあるそちらのクエストをやるといった感じですね。まあさっきの試練のもんでも言ったんですけども、持ってない宝珠とか結構ある人いると思うんで、まあ自分みたいな人が。なのでこういったものを定期的にやることによって、まあ単純にこうドラゴンクエスト10を遊ぶことができますし、で、さらに宝珠とかも集められるようになるんで、まあ、ぜひともね、その辺はやりましょう。で、特に嬉しいのが、こいつから必殺技の宝珠とか、その辺を指定した色のその属性のやつをもらえるというわけですね。それが結構うまくて、試練の門とは違うところで、なので、例えば、水の宝珠ちょっと足んねえなっていう場合あるじゃないですか。なんか持ってねえの多くねみたいな。そういう時は水の宝珠くれと言えば、水の宝珠を5個くれますし、あとは必殺技の宝珠。例えば、僧侶のこういうやつ、僧侶のひらめきとか、こういったものを持ってない人結構いると思うんですね。こういうのも必殺技の宝珠という項目があるんで、そちらを選択してもらえれば必殺技何かしらの宝珠がもらえるんで、結構便利ですね。まあ言うても自分なんかは最近やってないんですけど、まあそれでもね、だいぶ初期の頃はがっつりやってたんで、ぜひとも皆さん、まだ宝珠とかあんまり集まっていない初心者の方を中心にやってみてください。というわけでこちら、達人クエストでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは、最近影が薄くなっている日課とか週課ということで紹介しました。まあ、割とチリツモで美味しいコンテンツとかあったりするんで、代筆課とか、その辺最近ね、みんなが言わないだけで、結構うまかったりするんで、ぜひともね、初心者の方、中級者の方、中心にやってみてください。他にもあれば、ぜひともコメント欄の方で皆さんに共有してみてください。というわけで、今回の動画がためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。